1977年の十勝三又駅と周囲約750メートル範囲。下がぬかびら方面。ほろかに比べ、こちらは民家がかなり残っている。しかし駅裏のストックヤードには、かつては山のように積まれていた木材の姿はない。ぬかびら側の駅裏に転車台が残されている。上側には、止め支部方面に伸びる予定であった路盤整備跡が、 エ林所著木場の専用線に転用されていた。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成と勝三股駅は、かつて、北海道加藤群上志保路町座三股にあった、日本国有鉄道志保路線の駅である。北海道内の停車場としては、当時最高地点に位置し、同線の終着駅であった。駅舎は西側にあって、 横に貨物ホームを持ち、島上の単式ホーム一面一線と、駅舎とホーム間に貨物線を有したほか、駅裏側に2本の副本線と、そこから南側の転車台を持つ車庫へ分岐する入りデ線があった。また、止め編士部方面へ伸ばす予定だった路盤が数百メートル北へ伸びていたが、林業が盛んだった頃は、営林所がその周囲にストックヤードを設け、 路盤に軌道を敷設して、本線と接続していた。さらにこのストックヤードを挟む形で、森林鉄道の軌道が引かれており、ヤードの北で一旦合流した後、一本は、音吹川上流の御殿大橋付近へ、もう一本は、中の川上流へ向かっていた。駅周辺の人口流出が進んだため、1978年12月25日、ダイヤ改正により、 シホロ線ぬかびら駅とかちみまた駅間は列車の運転を休止し、上シホロタクシーが受託するマイクロバスによる代行輸送となった。これは路線廃止ではなくあくまでも代行という扱いであり、1987年の廃止まで名目上道区間は鉄道路線として、また当駅も駅として存続していた。そのため隣のホロカ駅とともに、 国鉄の時刻表にも引き続き掲載されていたが、廃止されるまでの間、両駅とも再び列車が発着することはなく、事実上は廃駅となっていた。貨物輸送時代を忍ばせる広い構内跡が残っている。1998年末まで駅舎及び構内は撤去されず残されていた。周辺には、十勝三又バス停留所があり、内部に、 現役時代の駅舎で使われていた、習得物用の黒板が展示されており、またディスカバージャパンの駅スタンプ台が、書籍置き場として利用されている。他には、森林鉄道車庫、保育所跡、と、旧郵便局、上市幌町立三又小中学校跡地等、王子を忍ばせる意向が散見される。十勝三又の住民が経営する、ログハウス作りの喫茶店、 三股山荘がある。店内には、十勝三股駅を再現した模型やしほろ線、営業当時の資料が展示されており、出入り口の脇には、レプリカの駅名標と、レールが置いてある。バス代行輸送を担った、上しほろタクシーと深い関わりがあり、当時の様々な情報を得ることができる。旭川方面行き手流助廃止後、ぬかびら地区以外はほぼ無人と化した沿線の極端な、 過疎化によって、上市ホロタクシーの代替バスは、年々減便を繰り返し、最終的には一往復となったが、2003年9月、一杯で廃止され、同年10月より、帯広ぬかびら浅川間の都市間バスである、ノースライナー三国号が、十勝三又停留所を新設し、ホロカ温泉入り口、ぬかびら方面との乗降も可能として代替している。 ABCDEF 停車場編線大辞典、国鉄、JR 編に j t b 九百九十八年十月、発行 ABC 東北街道の林業、帯広営林局昭和44年発行、東北街道の林業帯広営林局昭和四十四年発行東北街道の林業帯広営林局昭和四十四年発行 p 三百五十九票、諸木上限挙による。なお、昭和二十六年版全国専用線一覧では、 帯広営林局即1300メートルと記載。河野哲也、北海道の森林鉄道、植民軌道、鉄道ピクトリアルナン、no. バー733。ありがとうございます。